これは情報提供をもとに監視カメラを設置したとあるキャンプ場の映像である。山深い場所にあるにもかかわらず、多くの人でにぎわっている。こんな和やかな場所であっても、獲物を狙うかのように奴らが姿を現す。もう一度スローでご覧いただこう。まずは画面の左端に注目していただこう。影がテントへ向かったのが見えるだろうか。その影はテントの中に侵入して何かを物色しているかのようだ。
そして次の瞬間、子供に襲いかかるような行動を見せる。間一髪でこの子供は難を逃れたが、捕まっていたら取り返しのつかないことになっていたかもしれない。これは情報提供をもとに設置された監視カメラの映像である。この公園は普段は人気がないそうだが、桜の時期ということもあって多くの人で賑わっている。怪奇現象とは無縁と思われるこの公園なのだが、恐ろしい現象が起こってしまった。
一度スローでご覧いただこう。画面左側にある鉄製のボックスに注目していただきたい。まるで血液を思わせるような何かが流れ出してるではないか。過去にこの場所で事件や事故があった記録はないそうだ。ならばこの現象は一体何なのか。謎は深まるばかりである。もしかするとこれから起こることを暗示しているのかもしれない。